もしもピューチンとハーゴンが同じだと気がつくことができてしまったらどうしようかな。分かんなくなっちゃったな。96をですね、12で割る。96を12で割ると8で、ここに3マスあるんだよね。あ、夜になっちゃったね。8マスいけるけど、7マスにしてこの壁も取りたいからね。とりあえず7マスにしよう。163だからね。塔があんのかこれ。違うな、単なる壁だね。部屋じゃなくなっちゃった。部屋として大きすぎんのかなこれ。どっか壊しちゃったかな。150なんだこれで。で、他の階に置いてあるさ、登れないな。階段作んないと。さあ、どっかにこう置いてあったやつ。あれ、ここら辺に釜、ここら辺にさ置いてあったと思うんだけど、それ今はないのか。じゃあいいや。こっちにね、もう使わないんだけどね、これを置いときたいなと思ってね。金属鉱。あともう一つヘアレシピでいるかもしれないから一個取っとくか。で、こっちに鍛冶屋さんを作る。
横が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12マスあんの？12マス12マス150÷12 12×12 12.5 12マスか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 かなとこをまず置きましょう。そしてまずこっちを置いてみましょうかね。これでもなんか部屋ができたらいいなと思って、であとはこれじゃあ部屋にならない。こっち側からも行けるようにしようか。まあここ他人の部屋なんだけどね。アーケの部屋からも行けるようにするか。ここじゃない方がいいね。こっちの方がいい。部屋レシピは、部屋レシピ。タラちゃん、タラちゃんどこかな。
タラちゃん、タラちゃん、あれなんでないんだろう。タラちゃんいないね。あ、トイレこんなに持ってんじゃん。女子トイレとか作れるね。うん、まあ、後回しでしょう。タラちゃんいないの。タラちゃんがいない。タラちゃん。ここは公共地帯だからね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。12×12 は、100たす24かな。124かな。あ、違うな。12×12 って何のいくつだろう。 12×12 暗算不得意だね。まあね、あとねちょっとは伸ばせんじゃないかな。計算してみるか。12×12 144。あと6マスね増やせる。こっちに増やすか。この先の空間何もないんだな。そこ1,2,3,4,5。とりあえずここ一マス増やして。ここに6マス増やして、どうしようかな。ここら辺まで埋めちゃってもいいかな。
ここにさ2マスあるから、ここの2マスは入れない。なんだっけな、タオルかな。あ、オッケー、オッケー、置いてあるよ。髪掛け袋たらい、壁掛け袋たらい、これでいいんじゃないか。染めだる、あ、たらいが2個か。ちょっと時間が来ちゃったんで、今回はここまで。